今シーズンやっぱ課題がはっきりと出て、それを少しでも少しずつ克服できていったシーズンだったかなと思います。バッティングが足りてないところが多くて、ケースケースのバッティングだったり、チャンスで一本だったり、勝負強さとかいろんなところでいろんな考え方を聞いて勉強できたかなと思います。そうですね、正直ちょっとしんどいですけど、まあ足りてないところをいっぱい練習できるんで楽しいです。やっぱり守備の確実性であったり、バッティングの長打力だったり、こう右方向に打つケースバッティングだったり、こう試合で出れるような自分のアピールポイントを伸ばせるように していきたいです。来シーズンは1軍で試合に出れるように頑張るので、応援よろしくお願いします。